エルビル城は、フランス、バルドワーズ兼エルアンベック山にある城管。1740年に建造され、19世紀においては、馬車宿として機能した。20世紀半ばには一時、コレットの子息が所有したが、次のオーナーとなった、作曲家のミシェル・マーニュによって改装され、1969年から1985年まで、音楽録音スタジオとして使用された。その後、 放置期間及び賃貸物件として扱われた時期を経て、2016年に約30年ぶりにスタジオ事業を再開した。エルビル城は14世紀にエルビル村の領主が所有していた約1万7千ヘクタールの小園に、ローマの建築士ゴーディによって1740年に建造された。本館は南北に伸びる2つの翼を石壁で繋いだ、この字型をしており、 その西側には二棟の別館が並んでいる。門は本館の両翼をつなぐ壁と別館の正面にあり、中庭には石で囲われた八角形の水場が据えられ、敷地内の公園にはプールとテニスコートが整備されていた。別館南翼側19世紀にはおよそ100頭の馬を養える旧車を持ち、ベルサイユとボーベを結ぶ馬車宿として使用されたが、 1861年に敷地が売却された後は何度かの改築を経て、20世紀半ばには小説家コレットの娘であるベルガズーコレット・ド・ジュブネルの所有となった。その後1962年にフランスの作曲家ミシェル・マーニュが友人と共同で長官を買い取り、改装を施し、1969年に音楽録音スタジオ、ストロベリースタジオ別名へ。 ジョルジュ・サンド・スタジオを開業。以後、第2スタジオ、ショパン・スタジオの設置など、いくつかの設備造法を行いつつ、何度かのオーナー交代による休止期間を挟み、1985年7月25日まで稼働した。その後、上官は、長い法廷闘争の影響で放置され荒廃したが、2013年6月に、競売にかけられた後2015年に、 オーディオエンジニアと財務課で組織された団体により買収。彼らは城の再生に着手し、2016年にエルビル城はスタジオ事業を再開した。1963年、上官のオーナーとなったミッシェルは、本館北翼の屋根裏部屋を自分の仕事場として使用していたが、1969年5月26日に発生した火災で機材を失ったため、 同館内翼の屋根裏部屋を新たなスタジオとして改装。その費用を賄うため、1969年11月18日に商用スタジオ運営会社セムを設立し、ストロベリースタジオの名義で貸しスタジオ事業を始める。初期の顧客にはエルトン・ジョンナがおり、スタジオの名声確立に貢献した。1971年からの3年間、 スタジオは1日20時間、週に6日稼働するようになり、1972年に、ミシェルは、別館南棟1階に、第2スタジオ、ショパンスタジオを増設、白のフォードトランジット26トラックの録音機材を積んだ、ストロベリーモビールも装備し、雇い入れたスタッフと共に、15の客室を備えた、宿泊可能な音楽スタジオとしての営業を、本格化させた。 しかし、ミシェルは映画音楽作曲家としての活動に専念するため、1972年6月30日に知人の実業会部チェンバーランドに経営を譲るが、その後間もなく財政状態が悪化。イブは経営から手を引き、1973年から約1年間、スタジオは休業状態となる。1974年、ミシェルは新しいオーナー。 ローラン・ティボーに経営を任せ、スタジオは同年末から再稼働する。しかし、前のオーナーであるイブがミシェルを提訴し、法廷闘争の末ミシェルは破産。1979年、サービステラン社に白の壁が売却され、オーナーのローランが壁の賃貸料を支払うことになった。その後、1984年12月19日のミシェルの死を経て同社は、 敷地の再開発を求めて、法廷手続きに入るが、中庭の水場と城の近郊にあるエルビルの教会が、景観保護対象建築物に指定されていたため、再開発を免れる。しかし裁判所の指示によりローランは、城の経営から手を引くことになり、1985年7月25日に、スタジオは閉鎖された。その後も同社は、敷地の再開発を求めたが、 エルビル市長社の認可が降りず頓んだ本館の北翼部分を賃貸するようになり、2001年にはアルカミス社が南翼部分を借りるようになった。その後2005年には借り手不在となったが、2013年6月に120万ユーロで売りに出され、2015年1月に音楽エンジニアと財務課で組織された団体が買い取り、後輩が進んだ上館の再生に着手。 2016年にエルビル城はスタジオ事業を再開した。ありがとうございます。